パレソの丘に出みて、こわ、あしわら、というか溝、とのりたまいて、やがて呼び入れて、そのへみの室屋にのしめたまいき、ここにそのみめすせりびめのみてと、へみのひれをそのひこじに授けてのりたまわく、そのへみくわんとせば、このひれをみたびふりて、うちはらいたまえ、とのりたまう、かれ、おしえのぼとしたまえしかば、へみをのずからしずまりしゆえに、安く寝ていでたまえき、また来る日の夜は、むぱでとはちとのむろやに入れたまえしよ。また、ムカデハチのヒレを下げてて、先のこと、教えたまえしゆえに、安くていでたまえき。また、なりかぶを、大布の中に、入れて、そのやをとらしめたまえをつかれ、その布に入りますときに、すなわち、ひもて、そのぬを焼きめぐらしつ、ここにいでんところを、知らざる間に、ねずみ来ていけるわ、うちはほらほら、とはすぶすぶ、かくいうゆえに、そこを踏みしかば、落ち入りかくりし間に、日は焼きすぎぬ、ここにそのねずみ、かのなりかぶらを食い持ちいできて、たてまつりき、その矢の葉は、そのネズミの子供、みなくいたりき、ここにそのみめすせりびめが、はぶりつものを持ちて、泣きつつきまし、その父の狼は、すでに見せぬ、と思うして、そのぬにいでたたせば、すなわち、かの矢を持ちて立てまつるときに、家に入れ入りて、やたまのをおむろ屋に呼び入れて、そのみかしらのしらみを取らせたまいき、彼そのみかしらを見れば、むかでをおかり、ここにそのみめ、むくの木の実と、はにと、そのひこじに授けたまえば、その子の実を食い破り、はにをふふみて、つばきいだしたまえば、そのおおかみ、むかでを食い破りて、つばきいだしと思うして、み心に、はしく思うして、みねましき。